誕、えー、誕生生日日をくれないい彼氏どう思ままますすかかささん奥さんん奥に毎プレゼント毎年渡しますか渡ししせん別になんかあの僕が買うものを彼女が欲しいかどうかわからんまあ僕がその渡すものをなのでなんか本人が欲しいかわからないものをなんかお金を払ったりとか選んだりするのはいかがなものかなと思ってるので僕はあんまりプレゼントしたいと思わないしされるのも好きじゃないんですよねあの。大して欲しくないものをもらった時にめんどくさいじゃないですか。 で、例えば僕はあのトラックボールとか使ってるんですけど、その、なんでこのトラックボールを使ってるかっていうと、多分あの日本で発売されてるトラックボールの僕8割ぐらいは試してるんですよ。で、いろいろなちょっとトラックボールを試した結果として今使ってるやつを選んでたりするので、なんかトラックボール好きだからこれあげるとか言われても、いやいや別にそれ使いたいと思わないんだよね、みたいなのがあったりするんですよ。なので、なんかそういうのがわからない人にプレゼントされても捨てるわけにもいかないので、なんか気まずいっていうのがあるので、あんまり僕プレゼントされるの好きじゃないです。はい。